はい、皆さんこんにちは、かよです。こちらがサイコザックのフレームになります。メカメカしさが素晴らしいですね。このフレームに関してはヤスリがけはそんなに真面目にやっておりませんポッチがちょっとあまりにも飛び出して目立つとことか、その辺ぐらいですかね。結局見えなくなってしまうので。そして今回はこちらを使います。ついにモデルカステンから出た電飾用遮光ブラックです。これはまあ電飾する人用というか電飾のために作られたんだと思うんですけど、普通のブラックよりも黒、当たり前ですけどねで光を通しにくくなっているそうです。黒サフと何が違うのかちょっと気になるところですよね。そして今朝衝撃的なことが分かったんですけど、外出を自粛しているんですけれども、昨日の夜結構いろんな書類とか大掃除したんですね。で、私アホだからなんかこういろんなことをいっぺんにできないんです。できないんですっていうか、なんかできなくなってきて、あっちもこっちもそっちも綺麗にしながらなんとなくざわーっとやってたら、多分ゴミ出しの日で他の種類と一緒にゴミに取説捨てちゃったかもしれないんですよねもうどんだけ探してもない、いつも置いてる場所を見てもない、いつも置いてない、いやこんなとこにまさか置くわけないやんっていうところを見てもない最悪の状態なんですが、やはりバンダイプラモデルすごいですね。取説も注文できます。一応今トムソーヤにも行くのを自粛しているので、直接バンダイのお客様サポートセンターに問い合わせましたところ、取扱説明書は200円、そして送料が210円っていう感じで、郵便小為替とその何が欲しいかっていう種類のメモを一緒に入れて送ってくださいと、そういう返事が来ました。なので私が破ったこういうパーツ類、なくしたりするパーツ類と同じで取説も取り寄せれます。それでは早速遮光ブラック開封したいと思います。模型に電飾を施す際、使用することにより光源からの透けを防止します。新素材を採用、より使いやすく繊細に遮光塗装をすることが可能となりました。以前もこれあったらしいんですけど、リニューアルしたそうです。特殊な塗料のためエアブラシでの塗装を推奨いたします。他の塗料と一緒なのかな。開けてみます。もうこの時点でちょっとシンナーの揮発する匂いが少しします。じゃん。そして再び事件が起きました。前回ですね、塗装した後に一旦全部クリーニングしようと思ってエアブラシをこうバラして保管してたんですね。そしたらなんと今組もうと思ったらここのトリガーがないことに気づきましたやばい何をやっているんだろう私は。で、今結構探しましたがないニードルはトムソーヤで頼んでもらってニードルは来たのにトリガーがない。やばい、何もできないじゃないか。僕予定変更です。こういう時のためにこういう時が来てはいけないけれどはい、気を取り直してピンホイールレポートしようと思います。はい、前も生放送の時にちょっと言いましたが、
これは下村レイクのピンホイールというものです。姿の内径、外径、設置部分を均一かつ綺麗に薄くできます。素材は鋼ですね。12クロンの微細な刃付けを一つ一つに施してあり、数種類の頂点により大小様々な筒状ものの内外径、縁部を切削加工、面取りすることができます。切削効率を上げるためにハブの 4.2、8度の角度をつけ、切削能力を高めています。8度、分かんないどこなんだろう。ハブの4辺のみ、ここ、4辺この切れるところかなは8度ついていて、カッターみたいになってるってことなのかな。じゃあ山のようにあるバーニアを切削してみたいと思います。これランドセルのパーツのバーニアになります。このバーニアの肉厚な部分を薄くしてみたいと思います。片方だけいきましょう。この全部角の幅が違うんですよ。こっちとこっちも違うし、こっちとこっちも違うので、まあ、好きな角度に当てて切削の角度調整ってやつですかね。今私はここはなんとなく適当でいきました。こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで薄く仕上がっております。まあ、私が今回思ったことはというと、全部なんかこう角度ってパッと見すぐこれだってわからないんですよね。何も印とかないし、よく見ると全部角度4つ違うよとなってるんですけど、パッと見わからない。なので一回これをこうグリグリここでやったとしても、次のパーツをまた同じのでしようって思った時に、もしかして間違ってなんかこう違うところでやっちゃうかもしれないみたいなそういうおどじな人はそういうおどじな人はなんかちょっとこう印をつけていた方がいいのかなと思いました。はい、でもまあこれでこうグリグリとりあえずやってしまえば、一気にこうやってエッジが出るというか、スケールが合わせれるというメリットがありますので、ぜひ皆さん持っている人は試しにやってみてください。はい、というわけで今週はもうびっくりしたことがたくさんありました説明書をなくし、そしてさらにハンドピースのレバーの部分もなくしてしまうという大失態。せっかくあの遮光ブラックを試そうと思ったんですけど、まあ、そこはまた次回のお楽しみということでそれでは皆さん、またね、バイバーイ。